はい、今回ですね、コンプリートコントロール 1.1 というバージョンに上がりまして、様々なですね、新機能追加されています。今回はですね、この新機能に関して解説を進めていきたいと思います。まずですね、こちらバージョンアップの方法なんですけども、Mac ですとアプリケーションフォルダ、Windows ですとプログラムフォルダの中にですね、Native Instruments というフォルダがあります。こちらにアクセスします。そしてこの中ですね、サービスセンターというものがありますので、こちらにアクセスしてください。このアップデート部分にですね、製品が表示されますので、ダウンロードしてインストールを行うといった形となります。そして今回ですね、忘れてはいけないのが、このコンプリートコントロール本体のですね、バージョンアップも必要となります。この URL ですね、記事と YouTube の方にも貼っておきますので、アクセスしていただきまして、この下ですね、Mac と Windows 用意されていますので、お使いのパソコンの方を選択していただければと思います。これで新バージョンとして使用する準備が整いました。まずこのコンプリートコントロール本体なんですけども、今まではですね、使用するためにパソコンを仲介する必要がありました。ただですね、今回からこちらですね、パソコンを使用せずにですね、ミディキーボードとしても使えるようになっているというところがまず大きな改善点になります。例えばですね、ライブの時も製品を持って行って、こう鍵盤として使用するといったところでですね、非常に汎用性が上がってるんじゃないかなと思います。次にアルペジオ機能を見ていきましょう。まずアルペジオのアクセスはですね、本体からですと、シフトとアルペジオボタン。このソフト上からですと、ここですね、音符マークをクリックしていただければ、このようにアクセス可能となっています。で、ここのアルペジオを見ていただきますと、1ですね、これいつも通りの画面となっています。これにですね、2が加わっています。こんな感じでですね、ホールドというものが追加されていまして、これどういうことかと言いますと、一度ですね、鍵盤を弾いたらですね、これが鳴り続けるというものです。それではこれをですね、オンにして鍵盤を弾いてみますね。はい、今も鍵盤離しているんですけども、こんな感じで鳴り続けると。で、これ何ができるかというと、1番に戻ってですね、アルペジオの長さだったりとか、オクターブをこう変えたりだったりとか、様々なですね、コントロールがここで行うことができるというものですね。このような場面の時に便利に使えるかと思います。そしてですね、スケール機能にも改善が加えられていまして、こちらですね、本体からですと同じくですね、シフトを押しながらスケールボタンを押していただくと、このような画面が出てきます。そしてこのキーモードというところですね、こちら前回やっています、今ですと C マイナーで全部発鍵で演奏できるというモードになっています。このデフォルトの状態に変更がありまして3種類に増えています。今までですね、スタンダードと表記されていたものがこのマップドというものに変わっています。一度これ選んでみますね。これはどういうモードかと言いますと、ライトガイドでですね、そのスケール内の音を示唆してくれるというものです。例えばこの時ですね、間違った音を弾いてしまっても必ずですね、そのスケール内に音程が補正されるという特徴を持っています。そして今回新たに追加されたものとしまして、こちらガイドというものがあります。選んでみますね。これはですね、先ほどのマップドと似てるんですけども、例えばスケール外の音をですね、押したとしても、はい、その音程が鳴ってくれると。この特徴はですね、このように全ての音程を演奏できますので、例えばですね、スケール外の音を使いたいとか、作曲をしていると多々あります。このあたりでですね、柔軟に対応してくるということで、非常に嬉しいモードとなっていますね。この3つのですね、キーモードを駆使して楽曲を作っていくといった流れとなります。そして今回目玉機能となるのが MIDI の出力がですね、できるようになりました。これどういうことかと言いますと、例えば今ですね、このアルペジオフレーズ。こんな感じなんですけども、これはですね、コンプリートコントロールを立ち上げている時にしかですね、聞きませんでした。このですね、アルペジオの結果だったり、このスケール機能のですね、音程、和音をですね、すべて MIDI トラックに書き出すことができます。試しにやってみましょう。まずですね、このコンプリートコントロールの演奏を受ける MIDI トラックを一つ作成します。今ですと、こちらですね、トラック追加から MIDI となりますね。トラックを作ってしまうと。そして MIDI には必ず入力と出力というものがありまして、今ですね、このコンプリートコントロールによって演奏されたアルペジオがですね、こっちに入ってくるようにすれば OK ですので、こちら入力ですね。入力をこのトラックのですね、MIDI アウトというものに選択します。例えば、ベースの演奏を録音したければこちらですね、ベース。パッドの演奏を録音したければ、パッドを選んでおくことで設定が完了ということになります。今はですね、このリードの音色を選びますので、こちらですね。そして下はですね、MIDI の音がどこに出ていくのかというものなんですけども、要はどこにも出ていかないで録音だけするという状態です。これで録音を入れてみますと、こんな感じですね。上のアルペジオの演奏が全て下に記録されていくと。最後まで録音します。こういった形です。あとはですね、このMIDIが出来上がりましたので、他の音色で試したりなんかができます。例えば今インストゥルメントを作りまして、キューベースの中にですね、純正で備わっています。こちらレトロログ割り当ててみましょうか。あとは簡単でこの演奏をですね、レトロログの方に割り当てていただければ、こんな感じですね、正確に演奏されます。上と合わせてみても。
こんな感じでですね、ミリが正しく演奏されるといったかなりですね、画期的な機能となっています。今ですね、アルペジオで見ていただいたんですけども、例えばですね、こう単音なんだけど和音の演奏ができるコード機能ですね、こちらを使っていたと。はい。このコードなんかももちろん録音することができまして、先ほどと同様にですね、まずどこのですね、トラックを録音したいのかということでパッドですよね。入力をパッドに変える。そしてこのままレコーディングを入れてしまうと。こんな感じですね。コード機能によって作られた音はこんな感じですね。しっかりと入るといった状態となっています。そして次にシンプルで嬉しい機能はですね、このボリュームコントロール、ここのものですね。これをですね、シフトキーを押しながらこうダイヤルを回すことで、こんな感じで調整できるようになっていますので、素早くですね、全体ボリューム整えることができます。そしてピッチベンドモジュレーションですね。ソフトからはこの部分クリックしまして、こちらですね、エディット行っていただいて、このハードウェアからアクセスするところですね。モジュレーションというものがありまして、こちらのモードですね。これが増えています。このスプリングというものはこう指を離した時にですね、元の値に戻っていく、ピッチベンドのような感じの動き方ですね。そしてこれテンポというのは、現在のダウのテンポと同期して動くと。そしてステップではですね、2つからですね、5つの部屋にですね、モジュレーションを分けてしまって、コントロールができると。ぜひこのあたりですね、試してみていただけたらと思います。そしてこの2つですね、ピッチベンド、モジュレーションへのアクセスですね、わざわざこれを開かなくても OK になっていまして、シフトキーとオクターブマイナスですね、こちらを同時に押していただければ、こちらピッチベンドの設定、そしてシフトキーとオクターブプラスですね、こちらを押していただければ、モジュレーションの設定、すぐにアクセスして本機でですね、いじることができますので、このあたりも覚えておいてください。そして今回ですね、解説最後の項目になるんですけども、これらプリセットをですね、保存できるようになりました。これも非常に嬉しいですね。かっこいい音ができたらすぐに保存することができるというものです。その保存方法はこちらですね。クリックしていただきまして、このファイル。この中にですね、セーブアズというものがありますので、これを選択してください。あとはこれ名前を付けます。例えば今、テストスリープリクスを付けました。セーブ入れますね。そしてこのユーザーの方を見てみますと、こんな感じでですね、表示されています。またですね、今見ていただきますと、このセーブした音色はシンセリード。そしてモードがですね、アディティブとなっていますけども、これを変更させることもできます。この方法はこの右ですね、エディットというものを押していただきまして、今シンセリードになっています。例えばこれがですね、シンセパッドだったらこう変えると。さらにですね、このパッドの中でもですね、どういうものなのかというものをですね、ここで決めていくというものです。このように完了しましたら、こちらから確定を行います。そうしますと、今つけたタグの中でですね、こう探すことができますので、非常に便利にですね、使用できるんじゃないかなと思います。といった感じでですね、1.1 の注目機能をざーっと進めてきました。かなり便利になっていますし、これですね、鍵盤本体を持っていなくても、コンプリート9、コンプリート10を持っていればですね、使うことができますので、ぜひですね、試してみていただけたらと思います。といった感じで、今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方は、スリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は、動画の下、チャンネル登録をタップしてください。